クワガタ君は元気に生きてまーす。今日はね、さやりね、していきたいと思います。もっとね、こういうのね、まあ安いんですけど、こういう昆虫用ゼリーと平べったいゼリーですね。こういうのね、こんな感じで一匹ずつあげて、水切りシュッ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 と。で、してあげて。完了。はい。この子はね、めちゃくちゃ食うんで、二つ。二ついつもあげてます。おお。でね、割り箸とかでね、こんな感じでね、元に戻してあげるとね、よいしょ。最近昆虫動画ばっかりあげてますね。特にね、クワガタちゃんね、昆虫ゼリー。よいしょ。1日2日でね、食べちゃうぐらい、めちゃくちゃ元気です。続いてはね、はい、動画にもよく出てくる固まってるオオクワガタちゃん。この子もね、直接かけるのあれなんですけど、これでね、水拭きしてあげて、昆虫ゼリー。設置。おお。強いね、君はね。もう1年も生きてますから。このね、もらい物で。ね、虫とかね。これでね、虫よけ。こういうのをね、切ってね、大きさに合わせられるんで。そうしてあげてもね、いいですね。ここはね、コクワガタちゃん。コクワガタちゃんのね、もう中に入ってますね。もう餌大好き。ほら。ほら、いっぱい出てきた。いっぱい出てきた。コクワガタちゃん。でもね、この子たちね、恥ずかしがり屋でね、すぐにね、中に入っちゃうんだよね。喧嘩もよくするしね。うり、うり、仲良しの証拠だ。喧嘩かす、喧嘩。メスとオスとペアでね、入れてますね。よいしょ、これもね、2個設置で。こんな感じでね。こういうね、空気の通り道がこういう感じでね、なってるのを使うとね、余計長生きしやすい。長生きしやすい。おすすめされたっすね。で、最後ね、よいしょ、こんな感じにあげて終わりにします。よいしょ。ではまたねー。